玄米雑穀が一番ですね。おはようございます。よいしょ、今日もおむすび作ってきます。いやもうそろそろね、ネタ切れよネタ切れ。今日は、とろろ昆布、とろろ昆布を使ったおむすびをご紹介しようと思います。昆布をまぶすおむすびが富山県のご当地おむすびなんですけど、今日はねちょっとまあ富山だと中に梅入れたりするんですよね、ご当地おむすび。かなり初期の頃に買った昆布がまだ残ってるのでこちらの昆布を使っておむすび作っていきたいと思います。本当はね混ぜ込む方が美味しいんだけど、ちょっとまあおむすびを、まずはご飯の中に普通に昆布を入れます。こんなに昆布連続的にやってるのにさ、まだ王道の鮭とか梅とかやってないんだよね。いやちょっとね、一人暮らしだからね、具材がそんなに大量に増えるのをね阻止してるわけよ、私は。わかる。中に昆布を入れ込んでおむすびを結びます。で、あ、やばい、塩忘れた。塩持ってくる。いや今月さ本当にさ仕事なくてさ、超ヤバタリエンですね。よいしょ。それで、まあ、塩を3振りぐらいかな振って、とろろ昆布を、周りにですね、おむすびの周りにつけます。今日はその名も昆布づくしです。超美味しそう、やばい、美味しそう。できました。はい、今日のおむすびは昆布づくしです。